はい、皆さんこんばんは、福間幸太郎 YouTube チャンネルへようこそ。あ、ごめんなさい、変な哲学口はい、6月6日、本日はレアピアノミュージックのプレトーク、三浦健二さんをお呼びしてプレトークをお届けしたいと思います。その前にちょっと私の、お知らせをさせてください。今月はですね、ほぼ1週間に1回、しかも週末に演奏会があるんですけども、昨日も練馬の方でコンチェルト弾いたんですけど、次の土曜日は名古屋の、宗津ホールでリサイタルで、その次の土曜日が19日が東京サントリーホール、そして25日は京都の青山記念バロックザールでリサイタルがあります。詳細は私のウェブサイトをご覧ください。そして今月の25日に私、新譜アルバムを出させていただきます。ナクソスレーベルから、バッハピアノトランスクリプションズっていう名前の、バッハの編曲ものですね、の、CD を出すんですけれども、こちらの方もぜひぜひ、もう予約は始まっておりますので、そちらの方もチェックしていただければ嬉しいです。はい、それでは、三浦さんの紹介をさせていただきたいと思いますね。ちょっとごめんなさい。シェアスクリーンをします。はい、健二さんです。まあ本当にもう日本も大活躍なので、はい、ご存知の方も多いと思うんですけれども、まあ一番有名なのはとにかく2019年の11月にパリのロンティボークレスパン国際コンクールで優勝されて、でも世界中で演奏されているんですけれども、その前にももう、カワイのコンクールで優勝されたり、ベルリンのスタイムコンクールで1位とか、もう素晴らしいあのコンクール歴をお持ちなんですけれども、非常にユニークな経歴をお持ちで、一度、まあ、音楽から離れた時期もあったりして、まあ、本当にすごいなんか稀有な存在な方なので、私も非常にですけど、今回もこの出演してくださることすごい嬉しく思いますし、このプレートークでもいろいろな、彼らしいお話を伺えればいいなと思っております。それでご存知の方は多いと思うんですけれども、本来であれば先週このプレートークをやる予定だったんですけれども、あの三浦さん、この度第一子がお生まれになったということで、急遽延期になって今日になりました。ということで、皆さん、お迎えの拍手とともに、お祝いのメッセージをどうぞ言ってください。三浦さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。第一子、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。どうですか、もうパパになった気持ちは。いや、もう、最高としか言いようがないっていうか。でももう、ね、眠たすぎても自分が今何言ってるかちょっとわかんないんですけど。ほとんど寝れてないんですか？もう、ほぼ寝れてないかな。そっか。まあ、日中、こう、ちょっと、赤ちゃんが寝てる間に自分も昼寝するっていう手もあるんですけど、まあ、昼寝するより練習とか、いろんな家事もすることあるし。そうですよね、奥さんだって。そうなんですね。だからまあ、どちらかが寝れるんだったら、まあ、とりあえず奥さん寝てもらってて。わあ、優しい。もう、そのパパになる前からイケメンだなとは思ってたんですけれども、本当に素晴らしいですよね。家族思いで。そんな三浦さんなんですけれども、今日は、プレートークよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。たくさんの今、ライブチャットでコメント来てるんですけど、もうたくさんありすぎてごめんなさい。あげられませんので、後で YouTube でチェックしてください。ありがとうございます。祝福のコメントをあげてますよ。はい。で、私たちの、出会いというか、つながりみたいなものを紹介したいなと思うんですけれども、はい、実は、ベルリン芸術大学の、まあ、先輩後輩という関係でもあるんですよね。そうですね。クラウス・ヘルヴィ先生の、クラスで一緒だった時期があるんですけれども、でその時の写真を見せたいなと思ったんですよ。僕も、もなくて、ああ、何も出せないのかなって思ってたら、ちょっと私、他の同級生とか同窓生に聞いてみたら、写真出てきたんですよ。ただ、
それが一緒に写ってる時じゃないんですけれども、同じあのヘルビー先生のお宅であったパーティーがありまして、あれは年始だったのかな、どういうきっかけ忘れたんですけど、なんかそのパーティーの写真が出てきたんですが、ちょっとこれね、笑えるんですよ。皆さんびっくりしないでください。ちょっと待って、シェアを一回これストップして、写真モードにしなきゃいけないんだ。はい、いきますよ。じゃん。いやこれはどういう状況でしょうか。説明してください。名前っていうか、キャラクター当てゲームみたいな、あれでしたね、確か。そう、有名人の名前を紙に各自書いて、自分じゃない人にそれをつけても、もちろん見せないでつけてもらって、で、その人が、その自分のついてる紙の人は、どういう人なのかっていうのを質問していくんですよね。男ですか、女性ですか、音楽家ですかとか、スポーツ選手ですかとか。で、それでみんなが、他の人が、いやとか、ないとか、そのね、そう答えてって、じゃあこの人だって当てるゲームなんですけど、あの時ね、僕、負けたんですよ。一番最後になったんじゃないかな。っていうか、僕の知らない人だったんですよ。あの時俺確かイエス・キリストだったと思う。でそういうふうに誰でも知ってる人だったらいいんですけど、あ、ごめんなさい、こちらない。そうそうそう。僕はね、バーブラ・ストライザンだったんですよ。はいはいはい、で、まあ、まだ本当有名なんですけど、10年前僕その方のことをちゃんと知らなくて、っていうかまあ、日本にいた時からも本当に仲のいい友達の知ってる J-POP とかしてたんですけど、そんなにポップスは詳しくなかったので、本当にお恥ずかしかったんですけど、うん、僕多分ビリッケツだった。で、これ、確か僕は、ごめんなさい。この奥にいるのが僕なんですけど、確かめて。でもこれがフクラウス・ヘビ先生なんですけど、まあ、他にも日本人の方がいたり、ロシア系の方がいたりとかして、で、ここに一緒に写ってる方も素晴らしいんですよね。名前が、チェン・ザン。っていうことなんですけど、2013年ぐらいにクララハスキルコンクールでも優勝した子なんですよね。そんな感じで。これも、ね、いやこれもこっちにいるのがエイブン・ユーっていうカナダ人なんですけど、彼もサンタンデールで2位になったり、シドニーで1位コンクールになったりとか、素晴らしい経歴をお持ちな方なんですけど、で、そればかりじゃなくて、あ、ごめんなさい、もうこちら。最近で言うと、2018年だったかな ?9 年だったかな多分8年かな ?8 年かなこの写真は。フーズも音楽祭でね、一緒だった。いや、9年じゃない？あ、かも。2019かな ?2019 年の感じ、気がする。僕が出たのは2019年だった。でも18年でも、あそこで会ったんだよね、フーズムで確か。あ、そうだ、そうだ、そう。そう、19年にフーズム音楽祭、このレアピアノミュージックをやるきっかけとなった北ドイツの音楽祭に僕ら2人とも呼ばれてたんです。で、僕が先に弾いて、で、三浦くん の演奏会を聴かせていただいたんですよ。ね。とっても楽しかったです。面白い。プログラムでした。で、もっと最近で言うと、4月に東京文化会館のね、東京春の音楽祭で演奏会を聴きに行かせていただいて、北村智樹くんですよね。彼もデビュー人間ですからね、2台ピアノを弾いてるのを楽しませていただきました。そんな由良さんです。はい。いや、本当にこのレアピアノミュージックにご出演を快諾してください。ありがとうございます。いやいやいや、本当素晴らしいフェスティバルね、開いてくれて本当嬉しいです。もともとこういうレアなピアノ音楽とかには興味はあったんですか？あ、もうバリバリありました。うん。こう、じゃあ、うん、メジャーなものをあまり好きじゃないというか、なんかこう、有名すぎるものちょっと、あえて、避けるような傾向だって、うん、まあ、知られてないから悪い、
作品というわけでもないし、知られてないから、うん、悪い作曲家だったとかじゃなくて、ただ単にそういうチャンスに恵まれてなかったり、こう、たまたま超有名な作曲家と時代が被ってしまったりとか、まあいろいろ理由があってなったことで、そういう作品をこう、発掘していくじゃないけど、見つけてどんどん取り込んでいくのは、すごく好きだったし、プロセスとしてこう、音源聞けないような作品を聞くっていうのはものすごく貴重なことだと思って。うん。これどうしても、音源を、その作品に向かうときは、あえて人の音源を聞かないとかっていう風にしてても、人生かけて絶対ほとんどの曲を聞いてきてるわけじゃないですか。うん、だからその、第一から自分、本当の素直な自分のアプローチなのか、昔前に聞いたものがまだに影響されている部分も絶対少しでもあると思うので、それが全くない、こう自分が初めて見て、自分がどうそれを解釈していくか、うん。で、その人の人生とかその人の作曲の書き方についてのセオリーとかが出てない分、余計自分の頭を使って自分がこう自分なりに楽譜をこうの、うん、を掘っていくというか、そのプロセスがすごい好きで、自由さにも溢れると思うし、うん、でも本当今素晴らしいことを言ったなって思って、自分もね、レアなピアノの曲はすごい好きだからこういうことを始めたんですけど、ふと思い返すと、うん、最初はやっぱり CD で聴いたものばっかり弾いてたんですよね、子供の頃で。実際に CD 聴いて気に入ったから、まあ、両親に楽譜を買ってもらって、うん、で、それで弾いたわけなんですけど、なんかもう、お手本っていうか、なんかこういう風に弾きたいっていうのが、もうその CD で出来上がっちゃってて、その楽譜から読み込んでとか、うん、どういう作曲家の思いがあったのかなとか、なんかそういう作業があんまりしてないでずっといたんですよね。で、留学をして、もっともっと音楽の深さを勉強して、で、それで初めてなんかそういったことに気づかされて、うん、で、やっぱりレアなピアノ曲だとやっぱり音源も少ないし、そういったもので自分自身がその作曲家となんか対話、楽譜を通して対話をするっていう作業っていうのを本当に大切なんだなっていうことを思い知りましたよね、うん、いや素晴らしいと思います。ということで今回、ゆらさんが選んでくださった曲というかプログラムはフランスとスペインのものなんですよね。そうですね。はい。どういったコンセプトでこの曲をまとめたんですか？そうですね。まず大きなコンセプトとして、まあ、サロン的なこう雰囲気というか空気を作りたいなと思って。はい。もともとサロンっていうものは、こう、社交的な集まりとして、うん、で、知的なお話やアイデアをエクスチェンジする場としてずっとあって、こう詩人だったり、うん、作家だったり、作曲家だったり、うん、画家とか、みんなそういう人たちが集まって、お互いこう、アイデアをシェアする場。で、そういう空気、うん、てかそういうものが生まれて、そういうものがある、文化で育った作曲家は、たまにそういう場を、場を想像して曲を書いてたと思うんですね。で、そういう場ってこう、普通のかしこまったこう、教会だったり、コンサートだったりっていうより、こう、一楽章だけやって、また違うもの挟んで次、こう、ミニチュアだったり、キャラクターピースとか、もっとこう、うん、コンパクトに、うんうん、こう、流れが、いろんなものが交わった時間の流れみたいなのがサロンで持てたと思うので、うんうん、そういう、こう、時間を作れたらなと思って、あえて、だから、時代とかも、フランスとスペインとかも、ぐちゃぐちゃって言ったら言い方悪いけど、うん、ミックスして、こう、うん、それでも違和感がないような、こう、時間の流れを作れたらなと思って。で、フランスとスペインを選んだのは、フランスってこう、なんだろう、
West Europe、West っていうの、あの、日本語で、West、あの、西洋。West、West Europe、West ってどっちなんですか？西？西。そう、そう。で、スペインはメディテレーニアンみたいな、こう、ちょっと別で、ね、ちょっと違うようなイメージがあるんですけど、本当は、うん、あの、ピレニーズの山、山、うん、お境に繋がってるし、歴史的にもものすごくこう、あの、深い関係を持ってきた2カ国で、うんうん、それは、あの、だから地域によって言語が、あの、混ざっていた時もあるし、で、だから音楽の作り方もある程度似ているところがあって、うん。それをこう、比べるっていうか、あの、感じれる、うん。ことをやりたいなと思って、うんね。たくさんの有名なフランスの作曲家がスペインを題材に書いてますからね、音楽。そうなんですよね。有名なビゼーがカルメン書いたとか。そう、もちろん。で、そう、で、音楽だけじゃなくて、ピカソもずっとパリに住んでたりとか、うん、こういろんな文化の触れ合いのこう交流があった、うん、あのと思うので、それ、そのこうギブアンドテイクみたいな感じをちょっと探れるプログラムがいいなと思って。はい、素晴らしい。ではでは、早速一曲ずつ参りましょう。最初の文法風景よりっていうのはどういった曲でしょうか？そうですね。文法は、あの、スペイン人で、もちろん。フェデリコで、まあ、カタルーニャ、そうですね。バルセロナで生まれて、うん、カタルーニャの人で、あの、9歳の時に、9歳だったかな？あの、フォーレの演奏を聴いて、非常に感動して、うんうん、で、その後、パリに、行って、パリで勉強した人で。うん、で、世界第一次大戦。世界第一大戦。第一次世界大戦。すいません。ちょっと日本語の。の時に一度バルセロナに戻るけど、その後またパリに戻って、で、もう本当にパリですごく、長い時間を過ごした人で、で、この、そういったこの行ったり来たりの、を繰り返した後、1940年代に、この風景っていう曲が書かれて、うん。で、そうですね、なんて言うんだろう。文法って、ミニチュアをよく書いたり、キャラクターピースで曲には常にタイトルがあったりとか、はい、性格的商品っていうかな、日本語で性格的商品、うん、そうを書いた人で、うん、で、アプローチの仕方もなんかこうスペイン人の音楽ってこう情熱的で、うん、こう熱くてこうなんか赤いイメージみたいなあるけど、文法の音楽の書き方ってちょっとフランスの作曲家にフランス音楽に似てるなっていう思うのはちょっとなんていうの、mit Abstand、距離を置いてる？そうそうそう、ちょっとこう、主観的じゃなくて、客観的にこう、そう、はい。だからこう、さっき言った、なんだっけ、性格的商品、ね、を書くときも、そう、ちゃんとタイトルやコンセプトや風景とかを頭に持ちながらも、客観的にそれを音を通して、書ける作曲家だと思うんで、ものすごく僕は興味深い人だと思っています。うん。いや、本当そうですよね。あの時代は、そういったサロンの、での、さっき言った芸術家同士の交流っていうのも盛んでしたし、まあ今もね、ヨーロッパでは普通に日常やってる人もいるとは思うんですけど、
いや、でも、素敵なコンセプトだし、そこで生まれた、そういう場で惹かれるために書かれた曲っていうので、はい、ですけれど、2曲惹かれるんでしたっけ？そうですね。本当はその風景って3曲あるんですけど、うん、最初の2曲が40年代に書かれて、で、最後の3曲目は、もっとあと60年代ぐらいまで追加に追加されたっていう形なんで、ちょっと音楽の書き方がちょっと1と2と3でちょっと違ってて、だから今回はあえて1と2だけを選んだんですけど。ああ、そうなんですね。で、はい、なんかこれの1番だっけ、なんかツイッターでちょっと上げてらっしゃいましたよね、これ。違う？はい。ラフェンテ。あ、そうですね。はい。ちょっとそれ流してみましょうか。ほんの数十秒。はい、はい、ごめん、止まっちゃうけれど、いやー、すごい綺麗な作品ですよね。あ、ごめん、聞こえてました？今。もう全然聞こえてました。聞こえた方がよかった。画面少ないです。で、音がね、少ないですよね。結構ポンポン。そう、そう、ちょっとミニマリスティックな、ミニマリスティックってなんだ？まあ、ミニマルですよね。ミニマルは。そうそう。わかんない。でも、ポエティックですよね。詩的で。そうなんですね。うん。ちょっとなんか、日本の俳句みたいな世界？確かに、確かに。うん。やっぱ、詩とかって全部を説明しないじゃないですか。構成とかもだし、うん、俳句なんて言ったら本当にね、もうなんか、ワンシーンをポンポンポンって言って、あとはもう、読み手の想像に任せるっていう世界だから、そうそう、それになんか通じるかなって私は今思いました。確かに。そっかそっか。はい、その文法です。その次は、ラモー、優しい嘆き。こちらはどうでしょう。はい、ラモーは、もちろん、クーペランと同じく、ハープシコードの、はい、作曲家として、フランスとその時代を代表した作曲家なんですけど、ちょっと18世紀ぐらいにはちょっともう忘れられた存在になってしまってて。あ、そうなんだ。そうみたいで。で、20世紀ぐらいに、もう一度ラモーの作品とか、ちょっと取り組まれるようになって、20世紀に入ってやっと、ちょっとまたメジャーというかこう戻ってきた感じで、ドビュッシーがラモンを叩いてて、はい、マジュー書いたもんね。そうなんですよね。うん、で、はい、何なんだろう、バロックとかハープシコードとかをイメージすると、うん、今のモダンピアノに比べてこう強弱がなかったり、表現が薄いとか、バロックは何なんだろう、こう、感情的なものではないみたいな、こう、イメージというか、うん、偏見というか、存在すると思うんですけど、うん、ラモーとかクーペランの作品って、ものすごく、感情豊かで、表現豊富だし、うん、なんていうんだろう、例えばその強弱がなかったり、ペダルがなかったりっていう限られたスペースの中で書いた作品だからこそ、すごく豊か。その限られたスペースの中でできるだけのことをやったというか、詰め込んだような書き方だから、ものすごく面白いし、今あえてそれを、現代のピアノで弾くと、また新しい
あの、ダイメンションが、うん、こう 空間っていうか、こう、捉え方みたいなのがあって、もしその、なんかこう、ハープシコードのために書かれたものは、ハープシコードで弾いたらいいっていう意見もあると思うんですけど、うん、でも、もしそういう作曲家が今この時代に生きたとしたら、絶対今のピアノに感動して、そのピアノを使うはずだし、そのピアノでできることすべてを、こう、探索したいと思う、と僕は思うので。うん。で、そうなんですね。うん。そうですね。だから、そう、ラモンとかクーペランとかすごく好きで。うん。いや、本当このプログラムの流れで聞くと、なんかバロック音楽ってことを忘れさせてくれるかもしれないですよね。この。そうですね。あの、正直、こう、そういうジャンルの分けっていうか、ジャンルの囲いじゃないけど、はい、そういうのちょっとあまり好きじゃなくて、別にバロックだったり、クラシック、うん、古典だったり、ロマンチックだったり、別に、うん、作曲家たち本人はそういうことをイメージしてなかったと思うし、普通に音楽を書いた。その時代の考え方、その時代の感性や、その時代にしか見えないことをこう表すみたいな。だから、後々そうやってジャンルつけてこう区切るのはあまり好きじゃないし、だからそういう時代とかのあまり関係、ないようなプログラムを作ろうと思って、うん、だからあえてそのスペインのもう1900年代に生きてた人文法のすぐ後にあえてそのフランスのバロックの小曲を入れたりとかやってみて、うんうん、そうね。でそこから、あ、すいません、はい。いやいや、あのケンジ君はその古典、ごめんなさい、古楽器とかの勉強はしてない感じですか？うん、勉強はしてない。僕もしてないです。やりたいけど。やりたいけど。ね、あの、ベルリン芸大でも、いろんな音楽大学でも、古楽器科っていうのもあるんですけれども、あの、そこに掛け持ちしながら勉強する方もいらっしゃいますけど。多いですよね。うん、でも、だからといって、ね、さっき言ってたように、うん、バロック音楽はその時代の楽器で、その時代の弾き方で弾かなきゃいけないもんだって決めつけるものでもないと私は思ってて。うん、現代の楽器で現代風にっていうか、私たちの生きてる現代の人の感性で弾くべきなのかなとも思いますし、どっちも大切かなとは思いますけどね。うん、はい。そうですね。そうで、その後、セベラックに来る。はい。セベラックは、難しいな。あの、南フランス、の人で、はい、で南フランスと北スペインで歴史上あのなんてテリトリーって領土、そう領土の入れ替わりとかもあって、はい、うんうん、あのだから特にここの部分はあのフランスとスペインの交流が深い場所なんですね。ああ、そかそか。山を挟んでるし。あんまりね、定まってなかった、ね。そうそうそう。うんうん、そう、だから、そう。で、彼は、そういう場所で生まれ育ってるから、彼の音楽にも、多分、ものすごく自然的に、スペインの影響が、入っていたと思うし、うん、おそらく言語的にも、何なんだろう、スペイン語を話してたかもしれないし、周りでよく聞いていたかもしれないし。うん。いや、絶対そうですよね。そうですよね。で、彼は、まあ、パリに行って、パリで勉強するんですけど、うん。あ、そうだ、そこに書いてるね。で、結局、そう、アルベニスの助手を、はい。務めたりもして、はい。で、アルベニスが最後に書いたピアノ作品、ナバーラを
保湿してるんですよね。そうなんですよね。で、セブラックってこう、合唱曲とか歌のためにいろんな作品も書いてるんですけど、うん、その中でもやっぱり、カタラン語のテキストとか、すごくよく使うし、うんうん、この、自分の中でもこの、フランスとスペインの交わりっていうのはものすごく大切にしていたことだと僕は思う、うん、で特に、今回演奏したのは、チェルダーニャっていう、スイートのうちの4曲目なんですけど、チェルダーニャっていうのは、はい、まさしくその、山を挟んだ、ピレニーズの山を挟んだエリア。うん、で、今でも存在していて、ちょうどまあ、半分半分ぐらいで領土分けてるんですよ。フランスが 50%、スペインが 50% みたいな感じで。で、まあ、そこの、その地域をタイトルに使ってるぐらいだから、ものすごく、その、スペインとフランス両側の考え方とか、間の取り方とか、いろんな影響が入ってる、すごく素敵な曲で。うん、まあ、ラヴェルもね、バスク地方で生まれましたからね。もちろん。うん。うん、から、そういう部分も通じるのかな。そうですね。ピレニーズというのはピレネー山脈って言います。あ、ありがとうございます。ね、そう、セベラックは僕、興味あるんだけど、まだ弾いたことがなくて、どうなんですか、うん、弾いてて、決定的に違うな、他の作曲家と違うなっていう、処方っていうか、なんか面白いところありますか？いやーっていうほど、まだ彼のピアノ作品には触れられてなくて、うん、まだチェルダーナとか、他に、あの、前忘れちゃった。ここにいろいろありますけど。他にも作品ちょっと、触ってみたんですけど、うん、まだそんな、彼はこういう人っていう、うん、意見はまだ自分の中では出来上がってない。っていうか、うん、そういう意見を別に僕は特に求めてはない。この人はこういう、うん、書き方をするとか、この人はこういう表し方をするとか、あまり決めちゃいたくないし、自分の中で。まあもちろんね、同じ作曲家の中でもいろんな作品があって、そうそうそう、優しいものがあればね、だから、イサク・アルベニスとかさ、最後に書いたイベリア対局は、ものすごい難しいじゃない、うん、技術的にも、うん。で、いろんなスペインのリズムを入れたりとか、複雑だし、だけどすっごいシンプルな作品もね、うん、その前には書いてるから、うん、一概にこの人はこういうものを書いたっていうふうには言えないですけど、何かしらその人の特徴があるかなと思っています。はい。で、じゃあいいですか、セベラックについては。そうですね、まあ、この曲はロン・ティボーでも弾いた曲で、うん、ものすごく大好きな作品なんですけど、お思い出深いですね、そうですね、このその4曲目のタイトルは、日本語だと、ロバ乗りが ロバに乗った人がなんていうの、イエス・キリストの、リビアにあるイエス・キリストの像を、そうリビアのキリスト像の前のラバ引きたち。そうそう。これなんですかね、ラバ引きっていうのは。そう、あ、そう、ラバ引きね。はい、そう、こう、常に動いてるような音楽で、その後ろに必ず、こう、structured, なんかこう、計算された風景みたいなのが後ろにあって、うん、で、その中でも、こう、鐘の、遠くの教会で鳴ってる鐘の音がこう鳴っていたりとか、ものすごく、いろんな面がある作品で、うんうん、で今気づいたんですけど、その前のラモーがなぜ優しい嘆き、うん、で、こちらもエレジーで、うん。やってますね、なんか。うん。やっぱり意識したんですか？
音楽的に、こう、これだけ時代が離れていても、ダモーからセブラックに行っても、あまり違和感感じ、違和感がないっていうか。ああ、僕も大好きです、そういうの。いいですね。そう。で、その後に、トレイルに入って、また、バロックのソナタ。ねえ、またバロックに戻るけど。いい曲。ダモーとは全然違いますよね、きっと。全然違います。うん、ソレールはもう、若い時からすごく活躍してて、十何歳でもうカペルマイスターになって、確か。はい、で、スカルラッティに、なんていうの、認められで、はいはい、彼の弟子入りしたっていう話があるんですけど、結局それはまあ、うん、コンファームできてないらしいんですけど。あ、そうなんだ。うん、らしいです。うん、でも、そうだからスカルラッティはもちろん、うん、何百っていう、ね、ピアノソナタを書いて、トレイルも同じく、そうなんですよ。ソレイルもピアノソナタだけで確か150曲が鍵盤。そうなんですよ。そう、ものすごく面白くて、うん、なんて言うんだろう、特に装飾音の付け方がフランスとは全く違う。うんうん、もうちょっとこうピリッとして、ちょっとから、なんて言うんだろう、ちょっとスパイス入ってるような装飾音で、面白いです。そうなんだ。で、この曲も以前弾かれたんですよね。そうですね。YouTube に、ケンジ君の YouTube チャンネルにもこの曲が上がってたので、ちょっとだけ流しようと思います。聴きください。その後の87番。はい、ごめんなさい、この辺で止めちゃいますけど、この場所もしかしてベリンゲーダイですか？そうです、そうです。やっぱり。あそこだよね。そうなんですね。なんとか。はい。ヨゼフ・ヨアキム・カイザー・ザル。かな？クラセン・アーベンとかいつもあるところ。そうなんです。発表会とかがね、ここであるんですよね。うん、いや、でも、いい曲ですね。シンプルなメロディーだけれども、やっぱりその装飾音がいい感じでスパイスになってて、楽しそう。うん、もう一曲の方は、二丁調だから明るいんですけど、全然違う感じですか？うん、こっちの方は、もっと、なんて、ちょっとユーモアに溢れていて。うん、彼、多分、なんか一緒に座ってお話ししたり、お酒飲んだり、すごく面白い人だったと勝手に僕は想像してるんですけど。おお。そうですね。ソレールって名前はね、まあ知ってるけれど、あんまりね聞かないですからね。演奏会でも取り上げられないですからね。うん。ケンジ君はどうやって弾こうって決めたんですか？やっぱり。ソレールは、僕が今ついてるネボルシン先生に教えてもらった人で、うん、彼も、もう随分前になるのかな、フーズムの、その、レアミュージックフェスティバル、はいはい、で、弾いたとき、
何回も弾いてるのかな。で、その時一度、ソレールのソナタを取り入れたみたいで。そう、ね、彼から教えてもらってる。へぇ、はい、面白い。へぇ、そっかそっか。楽しみです。はい。で、またその後、文法を弾かれますね。内なる印象。はい、そうですね。そう。はい、これはもう、彼がティーネイジャーの時に、もう10代の時に書いた、作品で。うん。内なる印象、なんていうんだろう、もう本当にインプレッションだから、すごく短くて、うん。こう、なんていうんだろう、あえて一面的な表現をするというか、うん、こう、さっき言った、その、俳句じゃないけど、こう、less is more みたいな、音数が少ない、いかに音数を少なく、その合間合間にこう、思いを詰めるみたいな、こう。うんうん。まあだから、行間を読むみたいな感じですよね、日本の。そうですね。そういう作り方をされた作品で、そういうことを、こう、10代の人が、書けるって、ものすごく、すごいね。それ本当にすごいなと思って。それは本当、すごいと思いますね。タイトルからしてね、内なる印象なんて、あまり思い。17歳で思いつかないです。しかも、見たら1911年から14年そうそう。で、もう一回、後から20年代ぐらいにもう一度ちょっと手を加えてるかな。ああ、そうなんだ。でも、第一次世界大戦にも、ね、重なる感じだから、そういう時期なんだね。で、最後に、バンジャマン・ゴダール。そうですね。はい。ノクターンとマズル。ゴダールは、ゴダールっていうと、ジョン・ルッコダーの方に頭がいっちゃいますけど、そのフランスの映画監督の。はい。僕もさっき、ゴダールってGoogleしたら、そっちが出ちゃった。そうですね。こちらの、バンジャマン・ゴダール。バイオリニストであり、作曲家であった。はい。この時代、1800年後半とか、1900年の前半とかもそうだし、こう、演奏家が作曲をするのは当たり前みたいな、うん、こう、うん、姿勢があったというか。そうですね。もうショパンもリストもみんな演奏。そうですよね。で、しかもバイオリニストなのに、ピアノに対してここまで、こう、うん、あ、そっか、作品を書けるっていうのをすごいと思うし、うんうんうん、で、彼はもうまさしくサロンをイメージして書かれた作品っていうか、そういう匂いがして、はい。ものすごくチャーミングで素敵だけど、うん、こう、なんて言うんだろう、ちょっとドイツ的な部分も感じることがあって、こうあまり、なんて言うんだろう、アプローチ的にインプレッショニスティックではなく、うん、こう、どっちかというと、ちょっとなんかメンデルスゾーンみたいな。メンデルスゾーン、なんかシューマンに結婚して書いてあったけど、ね。そうそうそう。彼はメンデスゾーンとかシューマンものすごく好きだったみたいで。うん。まあだからドイツそういう、そうそう。そういうインフルエンスは絶対あったはずだし。へぇ、そっか。で、なんか、結構、すごくいろんな作品書いてるんですよね、彼。こう、うん、オペラ8個書いて、交響曲も 5個書いてて。ああ、5曲。へぇ。そう。すごい。全然取り上げられないですね、バンジョマンゴダールなんて。そうですね。他に音源とか聞いたことないし。ぜひぜひ、これは。てか僕は、ケジ君弾いたの聞きましたよ。そうですね。あの時、マズルカの1と2弾いて、今回はノクターンとマズルカの2番弾いた。いや、僕はあれを聞いてすっごい気に入って、自分もいつか弾きたいなって思ったんです。
あ、いいですね。やっぱりそれが一番嬉しいですよね。こう、うん、知られてないものを取り組んで、周りの人たちにこう、見てこの素晴らしい作品みたいな、こう、うん、ちょっとでも広めていく、こう、そうですね。だったら嬉しいです、うん。はい、ありがとうございました。プログラムについてでした。本当に楽しみにしております。で、この後、特典 CD についてなんですけれども、ごめんなさい。もう、三浦健二さん、あまりにも人気で、もうすでに完売しております。ありがとうございます。まあ、一つお詫びになるんですけれども、まあ、今回、三浦さんが日本に5月に滞在されて、ツアーがされてたんですよね。で、その間に実はライブ配信でやろうかなってことを計画してたんですけれども、まあ、とにかく人気者でいろいろ演奏会が入ってしまって、週末で空いてる時はなかったんですよね。っていうのもあって、まあ、じゃあ、平日に収録を、事前収録をして、6月に流しましょうっていうことになりました。ので、もうすでにこの配信演奏会の収録は終わっております。なんですけど、はい、そのジョイフルアーツのスタッフでその収録に立ち会った人がいてたんですけど、とにかくスムーズすぎて怖いくらいにすぐ早く終わったって言ってましたよ。なんか何も、いや、そのすぐに、もともとライブ配信でやる予定だったじゃないですか。で、このシリーズは基本ずっとそうやってやってきたから、自分だけこうなんかやり直しあるとかこうなんかいけないなと思って、もうワンテイクでとにかくバッてやるみたいな。えらーい。いやいやいや。そう、なので皆さん、事前収録であるんですけども、全部ワンテイクです。なので。完璧ワンテイクです。はい。で、一応特典 CD もう終わっちゃってるんですけど、ご説明いただけますか？ちょっとリンクを。はい、1枚目。の CD で、いつだったかな、2017年にリリースしたのかな、うん、はい。確か。で、バラードっていう名前で、これは、ブラームスのオーパス作品10のバラ、はい、4つのバラードとショパンの4つのバラードを入れた CD で、まあ、バラードっていうもの、その言葉の意味とかをこう考えながら作った CD で。で、そのタイトルもバラードって、うん、クラシックだとバラード D の後に最後 E つけるじゃないですか。そうですよね。でもバラードって今言うポップスとかのバラードとかってもう D で終わっちゃって、あえてそっちの書き方にしてるんです。タイトルも。あ、バラード。昔の、なんだよ、本当に物語を音楽にするっていう。そうそうそう。あ、向こうの歌ってことですか？歌の方でしたっけ？そうですね。歌っていう意味と、なんていうんだろう。まあ、物語を歌にして。そうなんですね。魔王とかそうなんですね、シューベルトの。そう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 。うん、ディスコグラフィー、やっと出てきた。発売デビューアルバム、そうか、そうです。まあ、はい、ものすごく昔の演奏なのですごく未熟だとは思うんですけど、うん、ただこれもうね、廃盤というか、そうですね、もう終わっちゃって、ヨーロッパにまだわずかにあるんですけど、日本には、うん、日本では今手に入らなくなっちゃってて。じゃあもう本当に今回そう、チケット取れた人は貴重なあれですよね。もう本当ありがたい。何枚っていうやつで。はい、なので、はい、ごめんなさい。もうこれは完売しております。なので。ありがとうございます。次のアルバムに期待しましょう、皆さん。はい。はい、ということで、今後の予定についてなんですけど、あ、ごめんなさい。これもリンク出すの忘れてました。ごめんなさい。じゃ先にハプニングストーリー言っちゃおうか。それがリンクだったので。ハプニングストーリー。はい、なんかコンサートで。はい、演奏会でもいいし、音楽に関わることだったら何でもいいです。お、音楽に関わるハプニング。そっちの方が難しいな。
演奏会でのあれだったら、なんか、数年前にベルリンのある教会でコンサートがあって、はい、でそこに1890何年とかの古いベヒシュタインがあって、全然もう手入れされてなくて。ごめんなさい、何年もベヒシュタイン ?1890 何年かの古いベヒシュタインがかなり古いですね。あって、そうなんです。はい、で、多分、なんか移動してるときにペダル引っ掛けちゃって、ペダルが、右のペダルがぐにゃんって上にこう曲がってたんですよ。で、その曲がりの角度がちょっと急すぎて、もう、かかとが地面についてたら、ちょっともう押せないんですよね。押せない。そう。で、これちょっといけないから、なんか下に 足の下になんか引くもんないのって言ったら、教会だったもんで、なんか聖書ぐらいしかないよって言われて、いや、さすがに聖書は床に置いてその足をのけるのはダメでしょってなって、そしたら管理人がなんか外行って、じゃあこれなんかどうって言って、瓦礫のブロックを持って帰ってきたんですよ。で、それをガーンって右足の下に置いて、その上に乗っけるんですよ。今度その瓦礫のブロックの方が高すぎて、もう足がここでペダルがこんな感じで、もうなんか上から下にこう、上から下に。そうそうそう、もう大変で、もう。で、しかも右足と左で全然高さが違ってて。ねえ、引きにくいよね。すごい大変です。もうなんか、すごい引きにくいです。でもそういうの結構、教会とか田舎のなんか、古いところだとありますよね、そういうハプニング。なんか応急処置的な感じで、もうじゃあこれ高さを合わせるためにこれをやりましょうとか、僕もありましたね。なんかピアノが斜めになってるっていうので、ありましたね。まあ、オペラ劇場だとね、わざとそうやってステージを斜めにしてるところもありますよね、お客さんが。で、そういうところでピアノコンサートって言ったら、本当にもうそれで 斜めになっちゃってるから、怖いですね。弾いてるとなんか腰が痛くなってきて嫌だったので、こっちの右側の足、ペダルの足の下に、やっぱりその時も板かなんか置いてもらったことはありますね。いや、でも足つるんじゃないですか、今コンピューターにあったんですけど。もう本当に釣りそうだった。いやー、本当それは大変でしたね。いやいや、でも本当、素晴らしい体験ですね。はい。では、今後の予定です。今、シェアをしますね。いろいろ、9月ですか？そ9うです月ね。11日に、これは、神奈川フィルさんとありますね。何を弾かれるんですか？初ブラームス2番です。おー、素晴らしい。ブラームス2番です。もう今から怖くて寝れてないです。いやいや、まだ3ヶ月以上あるから大丈夫ですよ。頑張ります。ブラームスは今までソロとかも弾きました？ブラームス本当確に大か、好あきれは、で。最後まで録音もしてるしね。そうですじゃね。あ、ブそうラーなんムでスす。は好きで、もう、コンチェルトも1番、2番と、自分で勉強はしてて、で、室内楽も結構やってきて。ああ、いいですよね、ブラームスの室内楽。そうですね。それトはもうコンピューップ、ト好きな作曲家5人には絶対入ると思います。いいですよね。はい、9月11日、ミューザ川崎でしたね。これが翌日、12日。そうですね。はい。あ、これもブラームス。こちらもブラームスで。これは、旗の市カルチャーホール。で、9月、これは何日だ？さ、9こ月のちら20日は、はが、い。J:COM ホール八王子ですね。で、原田慶太郎さんと東京交響楽団。ベートーベン3番ですね。そうです。お、じゃあ、ゼアドイチェスポーカム。ラそうなスんト。ですよね。非常にドイツのプログラムで来日しますね。
リサイタルとかは予定ないんですか？リサイタルは14日が静岡で、うん、22日に大阪であるんですけど、はい、今ちょっと手元に、ホールの名前とか、ちょっと。あ、わかりました。まあじゃあ。すみません。またツイッターなどであげますので。はい、まあ、三浦さんのツイッターとかなんかでチェックしてください。今のこの3つはじゃあ、コメントに入れておきますね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で、まあ、もうそろそろ、1時間にはなるんですけど、最後に、三浦さんの、この、ツイッターを拝見するとですね、あ、これ、近々パパになります。もうなってますよ。あ、本当だ。変えないとね。僕がすごい好きなのは、ここなんです。考えてることは、大体哲学かダジャレのどっちかですって。あなた音楽家でしょ考えること音楽でって書きなさいよ。いやいやいや。いやいやいや。もう一日の中十分音楽と向き合ってる時間は。それ以外で。あるというか。それ以外で考えてることね。弾きながら考えてるかもしれないですね。弾きながら、まあ確かにいろんな違うこと考えることありますよね、練習中は。うん、じゃあ最後ちょっと哲学について語ってもらえませんか？なんか好きな言葉とか好きな哲学者とか紹介してもらえたら。そうですね、一番好きな本は、はい、このフェルナンド・ペソアっていう、うん、ポルトガル人の、詩人、はい、が書いた本で、日本語だと、不安の書。不安の書ですね。はい。日本訳も一応あるのかな？あったらぜひ読んでいただきたいんですけど。いや、もうこれは日本語で書かれた、うん、訳されたやつですね。もう10回以上読んでて、本自体もボロボロになってるんですけど、それほど大好きな本で。どういった部分に心惹かれたんですか？まず詩人っていうこと、彼は詩人だから、こう言葉に対する言葉の選び方とか、なんていうんだろう、こう音の使い方とかがとにかく綺麗すぎて、すべてにこう考え尽くされてる。彼のこの本で書いてる言葉が美しいってこと？そう。言葉のチョイスがいいってことですか？そうですね。うん。で、書き方としても、これは、本として、こう、最初があって、最後があってっていう書き方をしたんじゃなくて、これは、彼が日頃の思いや哲学的な考えや、まあ、世界に対する物事の見方などを、こう、メモ的にこう、綴りながら、こう書いていったんですけど、うん、大体は、フィクショナルの人物を通して書いてる、ちょっとストーリーが混ざった部分もあるんですけど、で、これが、彼が死んだ後に、こう、紙切れみたいな形で見つかって、それを本として、こう、コンパクトにまとめて出来上がったものなんです。だから、こう、そうなんだ。最初があって最後があるっていうわけではなく、だから、で、チャプター的にも、こう見たらわかるんですけど、うん、ちょっと見にくいかな。こう、チャプターでこう番号がついてて、はい。で、結構短いんですね、チャプターずつが。うんうん。だから、で、このチャプター一つ一つこう、別に順番が決まってるわけでもないから、うん。こう、どのページ開けて、どれを読んでもいいっちゃいいんで。で、その一つ一つが、彼のアイデア、彼の考え方、彼の、なんだろう、生き方がこう、うん、出てく、こう感じられるもので、すごく温かいけど、ものすごく、こう、寂しい部分もあるし、うん、本を読んでこう、涙するってあまり経験してなかったんですけど、これで、うん、ボロボロ泣いちゃいました。そんな話きっと読みたくなりますね。それはぜひチェックです、皆さん。いや、でも本当、ケンジ君に今回最後にお聞きしようかなと思ったんですけど、そのロンティボーで優勝したのが2019年11月
で、それの2ヶ月後ぐらいからコロナが始まって、はい、やっぱりどんどん たくさん演奏会予定されてたのに、ね、軒並み中止とか延期になっちゃったわけですよね。だから本当に辛い時期を過ごされたと思うんですけど、その間はどういうことを思って過ごしたんですか？そうですね。まあ、どっちみち、ノンティボーで優勝して、その事実と向き合うためにちょっと時間が僕必要だって。あ、実感得るまでってこと？そうですね。実感を得るというか、まあ、これからどうしていくか、これからどう進んでいくかっていう、うんうん、こう、ことを自分で考えるために時間がちょっと必要だって。うん、で、ちょうどその時間取ってる時にそのコロナが始まって、うん、まあ2020年分のコンサートはね、ほぼ全てキャンセルだったり延期になったりとかして、うん、最初はもちろんこう焦る気持ちが ありましたけど、うん、こうせっかくここまで来て、やっと大きいコンクールで優勝して、それによってこう開けた扉が、うん、どん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 こうね、閉じちゃっていくみたいな。焦る気持ちは最初はあったんですけど、まあ、ね、世界にはもっと大変なことあるし、全然ちっぽけな問題なんだなっていうのは、すぐにこう、なんかこう分かったというか、で、自分が成長止めなかったら別にコンサートがないから、前に進めないわけじゃないし、音楽はコンサートがあるなし関係なしに成長するものだし、音楽家は別にそれを人前で見せないから成長してないかっていうとそうでもないから、うん、自分できることをちゃんとやっていって、自分が人として成長して音楽と向き合っていれば別に特に変わりはないのかなと思って。まあ、そのお金の面ではそのね、いろいろ大変だったりとかはもちろんありましたけど、うんうん、まあ、音楽として根本的な変わったっていうのはないと思ったので。だからまあ、良かったです。っていうか逆に今考えると、ロンティブオーの後に自分の成長のための時間が取れて、すごく良かったと思います。ああ、そうですね。こう予定通り2020年からずっとハイペースでこう世界中でやったりとかしてたら、うん、多分、今ほど成長できてなかったと思うし、うん、こう、うん、ちょっとつまずいてたかもしれないし。いや、偉い。そういうふうに考えられるのは本当素晴らしいと思います。というのも、私自身も二十歳でクリビラのコンクール優勝して、もう一気になんか人生が変わっちゃったんですよね。で、その頃まだ、ハリー音楽院の2年生の終わりで優勝して、3年生だった。なったばっかりだから、いろいろまだ授業も受けなきゃいけないし、なんか自分の中でまだまだ勉強しなきゃいけないことがいっぱいあるにもかかわらず、やれ CD 録音だ、やれテレビ出演だとかコンサートがいっぱいあって、すごいやっぱり焦った気持ちもあったんですよ。嬉しいこともいっぱいありましたけどね。で、うん、そう、やっぱり、うん、から、なんかやっぱり自分の時間を欲しくなったっていうのと、ドイツ音楽をもっと深く勉強したいっていう思いがあって、パリからベルリンに拠点を移して、ベルリン芸大で学んだんですよね。で、自分としては本当に良かったなって思っています。もしそれで移ってなかったら、もっとなんか忙しく活動できたかもしれないけれど、成長っていう意味ではそこまでいかなかったんじゃないかなって思うので、いや本当に。どれだけ大きい国際コンクールとかで優勝しても、それはまあスタート地点に立てたっていうことじゃないですか。うんうん、で、別にこれは、仕事ではないし、こう、なんて言うんだろう。どっかの会社に勤めるわけでもないし、定年があるわけでもないし。だからまあ生きてる限りずっとやっていけることなんで、生きてる限りずっとまあ学んでいくし、成長、していくっていうことをまあ信じてやっていくし、だからね、そんなこう来る話をすべて
やるっていうよりは、自分のその成長のため、自分が音楽とちゃんと向き合えてるかっていう実感、やっぱり持っていくのは大事だし。こうで、自分がこう、そんなにすごい数のコンサートとかこなせるような人間ではないっていうのは絶対わかってるし。だからまあ、数少なくてもちゃんとこう向き合って、自分ができることをやっていこうっていうのは思ってる。数を演奏会をこなせる人間じゃないと思うな、どういう理由でですか？まず移動してる時間はちょっと自分によって寂しいっていうのがあるし、あ、で 今特に奥さんいて、うん、子供いて、そうだね、こう本当に、で今度9月 その日本ちょっとツアーある時もその14日間の自宅待機の時間があるから、うん、結局1ヶ月間家を離れないとダメだ。そうですよね。そういうことを年間ずーっと何回もやっていけるかというと、やっていけないと思うし、やりたくもないし、うん、自分にとってもっと、大事にしたいことはあると思うし。うん、だから、こう、いろんな面で、音楽的にもそうだし、例えば同じこう、まあ、年間100個コンサートあるとしたら、それってまあ、3日間に1回やってるような感じじゃないですか。まあ、3日、4日に1回コンサートやる。自分はその数をやりながら、毎回毎回音楽と作品と、まっすぐ向き合っていけるかっていうと、絶対そうではないと思うし、どっちかというと飽きるかもしれないし、嫌になるかもしれないし、同じ曲そんな何十回も弾きたいとは思わないし、だから、で、そういうハイペースでこう、まあ、僕たちやってることって、まあ、努力が全部あって、自分の向き合ってる生き方とかあって、そのうちの 1% を人前にちょっと見てもらうわけじゃないですか。うん。そのたったの1時間とか、コンセプトだったら30分とか2時間、ね。練習の準備の期間に比べたら、本当に一瞬ですよね、本番。そう。で、だからその、見てもらう、時間が 1% だとしたら、その 1% は自分にとって、その年間100回とか絶対できない。それに値する努力と勉強の時間を取れないのは分かってるし。だからまあ、その自分ができるできない、自分が、の時間の使い方とか考えたときに、まあ、年間30ぐらいは超えないかなと思って、演奏会として。まあ、自分が向いてるのはそれぐらいかなと思います。うん。いや、でも本当その考え方は素晴らしいというか、大切にしてほしいなって思います。でも今後また考え方変わるかもしれないですけどね。その、うん、自分は今30がいいかなって思うかもしれないけど、これが50、70ってどんどんキャパシティが増えていくかもしれないですよね。僕自身が。もちろん、その、うん、すいません。その自分、まあ、その決めてはないし、その絶対やらないとかは言えないし、うん、まあ、考え方はすべて変わるのは当然だし、うん、その人間として年取って成長していくんだったら考え方も変わるし、はい、信念とかも変わるから、まあ、これからどうなるかは分からないけど、うん、まあ、今はとりあえずそういう感じかなとは自分で、はい、いやでも本当あんまりね、この音楽業界の裏事情とか話すのも良くないかもしれないんですけど、このアーティストって特にピアニスト、ソリストっていうのはもちろん自分のやりたいことを中心にやっていける感じに多分表には映ってると思うんですけど、裏にはやっぱりエージェントがいたりとか CD レーベルさんがいたりとか、うん、みんなそういうバックアップがあってこそ活動できるってところもあるんですよね。まあ、みんながみんなじゃないんですけれど、でもやっぱりそういう人たちの要望とかも、あとまあファンとかその聞いてくださる人たちの要望とかも織り交ぜながら、そして自分のやりたいことをいかにやっていくかっていうのはすごいバランス取るのが難しいので、私自身もそれをすごい苦労した時期がありました。自分はもっと勉強の時間欲しいなっていうこともあったし、うん、まあこれはあんまりやりたくないなっていうコンサートとかそのプロジェクトとしてっていうのもやったこともあるし、だけどそれをやることによってその次につながるっていうことをがあるっていうのを学んでやってよかったなってその後思えたこともありますし、まあ本当に若い時はいろいろ考えることとかつまずくこともあるとは思うんですけど、でも今おっしゃったその
自分の時間を大切にしたいとか、その本番を 1% としたら、その準備期間に 99% っていう時間やエネルギーをやっぱり使いたいっていう思いっていうのは大切にしてもらいたいですよね。そうですね。いやー、素晴らしいです。はい。なので、最後に本当に素晴らしいお話を聞かせてくれました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。ではでは、1時間10分経ったので、そろそろ終わりにしたいと思います。ということで、三浦健二さんのレアピアノミュージックの配信演奏会は6月20日、日曜日の、夜8時からです。なので、まあ、健二君、その日は予定空いてる？その日多分フランスから帰ってくるので、これでも日本時間ですよね、8時間か。あ、そうそう、だから、3時かな？午後3時。もし、リアルタイムで見れるんだったら、ライブチャットで参加してください。わかりました。あまり自分の演奏は聞きたくはないんですけど、チャットはできたら、できたら来ます。あ、そっか。まあまあ、じゃあ、はい。どちらでもいいですけど。で、あと、今日、言い忘れちゃった。皆さん、ありがとうございます。たくさん投げ銭してくださって、全員の名前とか、ね、言う時間がなかったので、紹介できなかったんですけど、本当にありがとうございます。で、独断なんですけど、今回は本当に三浦さん、ね、第一子ご誕生ということで、本来であれば出演者と私で、折半という形にしようかなと思ったんですけど、今回はもう全額プレゼントします。ケンジ君に。そんなん。スーパーチャットで皆さん結構入れてくださいました。ありがとうございます。はい。なので、後でちょっと報告しますね。はい。はい。で、皆さんありがとうございました。20日の演奏会ぜひ、ぜひご覧ください。そして、ケンジ君の、はい、まあ、投げ銭のあれもよろしくお願いしますね。一応こちらにリンクを入れておきます。はい。では本日の配信はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さんありがとうございました。健二君もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では失礼します。さよなら。